消した消した始まってたわけ。あ、大丈夫、もう始まってるね。開始、開始がある、開始、開始されてるよ。あ、ほんと OK OK。じゃあマイク近づいてくださいね、めちゃめちゃちょっと遠いな、マイクか。ピースコミュニケーションズのいつもありがとう。毎度こんばんは。この番組は株式会社ピースコミュニケーションズの提供でお送りしています。今日またお一人コーナーです。皆さん本日1時間よろしくお願いいたします。リクエストの曲早速いきたいと思うダメ喋りますか。こんばんは、 FM ギノワ山内です。山内さん、はい、今日二人で喋りましょうね、はい、助っ人していただいて、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日キベさんはどうしたんですか。あのお仕事ですね。お仕事、はい、忙しいですね、はい、そうですね、はい、僕もノリピーとこんなってねおしゃべりするのは初めてですけど、はいはい、いつもあれですよね、のんびりノリピーさんは。そうですかね。それがなんか嫌になる人もあの結構中では、はい、見た目はのんびりしてます、うん、してるように見えるんですけど、はいはい、中ではわさわさ騒いでますので中ではそれは今ですか、はい、今ですね。今でも今でも普段も、はい、普段も。なるほど、はい。今日はですねのりぴーさんからお知らせ結構いくつかあったり、はい、あるいはそのニュースのコーナーもはいがっつりやりますので、はい、がっつりなんかちょっとチャレンジしていきたいと思います。そうですね、もう今日はですねのりぴーワールドを堪能していただければと思います。はい、メッセージ募集そうです、交互期待です。あのメッセージ募集しましょうか。はい、はいはい、皆さんメールぜひぜひください。はい、こんなニュースの感想を言ってくれとかですね、はい、そういったことでも全然構わないので、はい、よろしくお願いします。つるくんさんコメント来てますね、はい、初見です、うっちお疲れ様です、ということで、うっちって山内さんですか。そうでしょうねありがとうございます、つるくんさん。それでは皆さんメール、はいはい、電話もなっておりますが、あのバイブにしたつもりがすいません、はい。メール皆さんどしどし送ってください。はい、メールアドレスは797@fmginawan.com 797@fmginawan.com です。はい、たくさんたくさんお待ちしております。そうですね。それでは、はい、本日の、はい、オープニングナンバー、オープニングナンバー、はい、何ですか。牧原紀之さん、おどんな時も。あ、そういうパターンね。そういうパターン、はい、わかりました。どういうこと。あの一人でまた悩まずさんと一緒にやっていただくお知らせ。あ、またそうそうそう、あのフォローしますよね。もうちょっと近いか。もうちょっとこっち側よりね。はいはい、はい、もうくっつくぐらい近いのかな。サブリです。あ、これも一緒に呼んでも向こう聞こえるの。はい、今聞こえます。あ、はい、あの 生放送ハプニングって笑ってますけど、本当あの心ではもうドキドキまだ続いてます。そうなんですか。はい、ウッチーさん、ウッチー朝ぶりです。山内さんのファンですか。僕朝はあのこの操作やってるんですよ。あ、はい、朝から晩まで。
働き者です。働き者ですね。奥さんも大事にしてください。コメントありがとうございます。ありがとうございます。また1時間あのお付き合いください。鶴くんさん、あの今日ニュースのコーナーというのがあって、はい、僕、まあ、のりぴーさんがこのニュースの切るというかね、なんていうんですかね、感想を言う、オピニオンですね。オピニオン、私前オピニオン、はい、そうそうそう、はい、というコーナーがあるので、はい、ぜひ、あくまでも前オピニオンですか。そうです、自分の見解ですので、はい、もしよければこのニュース取り上げてくれというのが、はい、送ってください。送ってください、はい、ぜひぜひ、ぜひぜひ、なんかあの日常のなんかこれおかしいなニュースでも、あ、いいですね、待ってます。僕絶対夫婦と思ってましたね。あ、そうですか、うん、まあ、あの思われるでしょ、男女だからね、異性、男女、異性だから、まあ、まあね、小さい時から、まあ、男の世界で育ってますからね、うん、うん、あの、建設とか、まあ、一時期成人しては違うところに、うん、あのお勤めはしたんですけど、うん、でもそこでもあまりあの女性扱いはされなかったです。あ、そうなんですね、はい、結構また今の男の世界なので、実家のお手伝いしてして。ピースはどんなことをして？ピースはですね、ピースはあのデイサービスもやってるんですけど、うんうん、これもまたあの男性募集しても男性のスタッフがたくさん集まってですね、うん、あ、そうなんだ、はい、へ、またあのマネージャーともあの密会する場合もっていうか誤解がないようにあの相談したりとか、うんうんうん、そういうのもありますけど、うん、社長がいない時2人で昼間ですけどねボランティアお手伝いしてもらったりとか、はたから見たらなんかあのお母さんがね年が離れた男の子を連れて何だろうと思われることも多いと思います。そうかな、いくつなんですかその人は。あの30代とかまたあの20代の子も以前いましたので。あの鶴くんさん来てますよ。あ、鶴くんさん結構綺麗なのに女性扱いされないなんてかわいそう。よかったですね。ありがとうございます。いいですね、なんか張り切りますね。張り切りですね。いつもなんか本当に男扱いされて女性扱いされたことないので、ピースも建設業もいいですね。ありがとうございます。まあ綺麗とはあんまり関係ないですからねその女性扱いとかって意地悪じゃないですよ誤解のないように。じゃあ曲明けウェディングいきますか。はい、はい、そうだ、コマーシャル、ウェディングです。ウェディングです。ピースウェディングスタイルのコーナーです。はい、はい、皆さんあのウェディングピースウェディングスタイルは普天間から普天間に引っ越ししたんですが、はいはい、場所が普天間 1-24-5、 普天間高校のもう隣と言っていいほどのところなんですけども、はいはいはい、あ、そうなんですね、はい、元あの堀川元じゃないんですけど堀川ビル、有名なビルなんですけども、うん、堀川時計店さんがあったところなんですけども、はいはいはい、そこ改装して、はい、ちっちゃいんですけど可愛らしく仕上がったかなと思います。うん、お電話番号が 988-8448 988-8448、はい、まだあの学生のね、うん、卒業式とか留守なんかも、はいはい、あのご注文というか、あ、衣装、はいはいはい、いいですね、受け賜っておりますので、うん、皆さん お越しください。お越しください。見に来るだけでも結構です。宣伝していただけたら。ノルピーさんはいるんですか？あの私いる時もありますし、うん、外に出てる時もありますので、なるほど、あの読んでいただければすぐ急いで駆けつけると、はい、行きますので、はい、またあの
撮影の国営ビデオさん、うん、いつもバックアップしていただいてですね、はいはいはい、そちらのご案内をさせていただきます、はい、国営ビデオさん、うん、沖縄ほとんどの、ブライダル記録撮影をしたりとかですね、はい、あと青年祝い、うん、あと牛、はいはいはい、牛の闘牛の撮影も、うんうん、もう映像全般ですね、はい、やっている会社でして、はいはいはい、場所が、宜野湾市宜野湾の方ですね、うん、330の宜野湾市役所から長田向けにそう走っていただいて、はい、右手の方に長田交差点手前に赤い看板、うん、バイク屋さんが見えますので、はいはいはい、そこから入っていただくともう大体もう 道なりにずっと進んで行き過ぎたらの軍の施設になりますのでちょっとまた戻って左に曲がっていただければ青と黄色の、うん看板が見えますのでそこで、はいはい、お問い合わせとかビデオテープとかを DVD にも変換しますのでほうほうほうあとお米などなども売っておりますお米も、はい、精米も、はい、やって他から持ってきた、うん、お米も精米してくださるので、はい、とても親切なスタッフが常駐してますので、はい、ぜひ皆さんぜひぜひまた国営ビデオさんどなたか、うん聞いてらっしゃるかと思いますが、はい、メッセージなり何か質問されたいこと待ってますよろしくお願いいたします、はい、お願いしますあと大山の方でもデイサービスを運営しておりまして、うんはいはいはい、介護認定を取ってる方の利用のデイサービスなんですが、はい、大山 2-1-9、うん、大山 2-1-9 お電話番号が 9176200 でこちらも体験などはいはい、はい、もう無料でご飯付き送迎付きで至れり尽くせりで楽しんでいただける場を作りますので僕そっち行きましたね、はい、あそうですか、うん、あそうですね、うん、そうですね、はい、来ていただいておしゃれな感じのデイサービス本当ですか、はい、どなたか紹介してくださいねどなたかあそうですねはい山内さんも何十年後かに予約を入れてそうですねはい、はい、体験も待ってますのでぜひぜひ皆さん見に来てくださいあでまたコメントいただいて鶴くんさん、はい、あそうそう明日からバスケット私地元の新潟と沖縄戦なんですよねそうそうそう、キングスとはいアルビレックス新潟という、はい、試合があるんですよほうこれどちらでですかこれどこでかな今ちょっと調べてやりましょうね、はい、後ほどはいまたご紹介したいと思いますはいキングスはB リーグというのに、はい、そういえばバスケットは見ますか見ません見ませんよねそんな感じですよねでも結構観戦はよくなんか誘われたら、うん、私興奮するんですよ興奮する興奮しすぎて、うん、なんかもうなんか桜んじゃないんですけど桜負ける試合とかがもう嫌なんですねはい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 、はい、勝ってる方をついつい応援しちゃうなるほどちょっと興奮しちゃいますのでうんうんキングスの試合はね、はい、面白いですよ東芝 の,、はい、東芝に勤めてる時にですね、はいはいはい、会社から、うん、応援に行くように命令がありまして、はいはいはい、その時に行ったことはありますけど、うん、そんな感じですかね、はいはい、そんな感じですね何の感じか分かんないですけど今ね中地区、はい、新潟アルビレックスは、はいというのが、まあ、地区によってね、はいこの B リーグというのは分かれてるんですけど、はい、ちなみにキングスは、西地区、西地区で新潟は中地区、はい新潟は3位ですその中地区の6チームあるうちの3位、はい、で、キングスは4位ですね6チームあるうちのだから強いんですねそうそう接戦が接戦で面白い、ね、面白いですねはいちょっとたまには久しぶりに興奮もしてみるのもいいかもしれないそうですねなんだっけ絶叫だっけ絶叫はいストレス解消になるそうですなりますねうん楽しいですよはい今度行きたいと思いますぜひぜひはい、はい、
じゃあまた何かあります？何かありますって人のコーナーをリクエストいただいたんですが、はい、はい、株式会社 SC 沖縄の代表、うん、社長から直々に無理やりなのか、はい、いただきまして、はい、渋めのリクエストをいただきました、はいはい、こちらの急な近くなんですよ、うんうん、株式会社 SC 沖縄さん、はいはいはい、お伝えします。リクエストがジョージ・ウィストン、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 はい、タバコじゃないですよね。どういうことですか？憧れの愛、恋。そうですね、はい、憧れ愛でございます。憧れ愛、どうぞ。こんな感じですよ。じゃあニュース今探してますか？一応ね、帰省の里って来てるので、はい、帰省の里のお話もしましょうか、はい、帰省の里わかりますか？わかりません。まあいいか、後で教えてください。なんか渋いですね、これ。渋いですよ。ジョージ・ウィストンはピアノでこうやるという。なんかヨシ社長はちょっとこういう渋め系だったんですね。かっこいいですね。かっこいいですね。デイサービスとかでジアムーバーっていうものでお世話になりまして、もうほとんど水でできた消毒なんですよ。安心して使える。利用者さんにも 99% のいろんな、あ、この今日の曲分かります。思い出しました。はい、菌を殺してくれるっていう。じゃあこれの後 CM 行って、はい、あれしましょうか。お知らせ、お知らせ、一応ニュースは探しといて、はい、お知らせいっぱいあったじゃないですか。はい、行きたいと思います。そう、相撲界で一番の話題ですからね今。あ、PM？ 相撲界で。あ、相撲界？スポーツは見ました。見ました。スポーツは全く興味がない感じですかね。行くことはあります。でも、いや、それは手段しちゃCM とかはあと1回、ね、これで終わり、1回、あと1回ある。ちょっと長いのでそろそろ終わりましょうか、はいはい、CM？ CM 出してOkay.
ピースコミュニケーションズのいつもありがとう。毎度ボケっとしてました。そうですね、はい、はい、コメントもいただいてニュースの取り上げ作っていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。告知お知らせのコーナーです。はい、はい、木造住宅県産のあのフェアをやっておりまして、うん、明日明後日28日と29日です。はい、場所がプラザハウスショッピングセンターフェアモール、うん、1階2階3階全体を使ってやっていくそうです。開催時間が10時から夜の8時までやっております。はい、これがですね、うん、あのイベント内容が参加はもう無料ですので、ボールペン作り、はい、あと手作りの時計、うん、竹馬作り、前橋作り、あのこの一気の触れ合いコーナーなどなども、はいはいはい、コーナー設けてるようです。あの僕の知り合いもそこでブースを持つんですよ。あ、そうなんですか、はい、どちらの会社ですかね。平建設。平建設さん、はい、お邪魔した時にですね、行くんですか、はい、ちょっと顔出しに行けたら行きたいなと思います、ね、僕もちょっと顔出しに行きたいなとは思ってるんですけども、はいはい、すごいですね、1階から3階まで使って、はい、しかもね、木材にこだわったっていう、こだわった、うん、なかなかなさそうですね、うん、そういうのは。でもこのなんかですね、うん、ママとか、うん、ちっちゃい子供を連れていくあの雑貨屋さんとかが あるんですけど、はいはいはい、そちらにはこうママごと の、うん、あの果物とか食べ物とか、うん、お皿とか、はいはい、木材でこだわったおもちゃもあるんですよ、前から。へー、とっても可愛らしい感じで、はいはいはい、あ、じゃあもう子供連れても楽しめるということですね。楽しめますので、はい、ぜひ皆さん行ってください。どんどん触れ合ってみてください。はい、はい、あとあのまた別の2月5日になりますけども、はい、沖縄県商工会の青年部連合会中部支部、うん、中部の青年部が集まりまして、はい、第3回中部広域産業祭り、うん、in 北中城2月5日日曜日に10時から19時北中城の潮彩公園っていうところで行われます、はい、ほうほう、こういろんなあの団体の青年部が集まりまして、うん、はい、催すんですけども、皆さんあの飲食業やられてる方なんかはそちらで食べ物飲み物売ったりとかですね、はい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 、あとはあのこの地元の中部の特産品も勢ぞろいして、うん、はい、何ですか、ゆるキャラさんも登場すると、ギノワンがないんですよ、ゆるキャラね。ゆるキャラ、これもしかしてゆるキャラ、私頑張ってあのデザインとかもしたことあるんですけど、おおお、採用されず、採用どころか見向きもされず。どんな、ちなみにどんなデザインをしたんですか。これ言っちゃ取られちゃうでしょ今。大丈夫です、大丈夫です。いや取られないですよ。農水課の部長にもあの話はしたんですけど、じゃあコンセプトだけ、はい、コンセプトだけダメ。ダメ。タイモとかでしょ。ダメ、言わない。結構なんか予算かかるらしくて。あ、みたいですね。はい、あ、そうなんですか、うん。なんかそんなにかかるのかな。僕犬とかねいいと思うんですけどね。犬。うん。ギノワン。ギノ。ね。あ、いいかもしれないですね。ね、じゃあそれもバイ山内で作ってみましょうかね。いや、まあまあ誰かが。はい、でもゆるキャラね、うん、ないですか、あのギノワン市何もないですよね。アピールするものがなんか広く浅く携わりすぎてるのか、まあ何でもありますからね、ビーチもビーチもありますか、ビーチのゆるキャラはインパクトがない、あのビーチのビーチのゆるキャラって波がずっと、あ、いいかもしれない ね、 い い、 ね、いいかもしれないですね、うん、これ茶壇に取られないですよね。じゃああれは羽衣伝説だから、天女とかね、うん、天女ね、うん、ね。あれ乗ってこない。あ、でも女子いないですね、中部。
でしょ、いないですね。なんか変なカッパとかエイサーとか、そうそうそう、変なカッパ豚とかだから大体ね、この特産品に行きがちですが、うん、はい、やっぱね、宜野湾はこの抽象的でいいんじゃないかと。なんかオスプレイかぶってたら怒られちゃいますかね。オスプレイ面白いな。でも大体なんか県外の人に聞いても、うん、宜野湾市自体が分からなくて普天間飛行場だと分かるんですよね。はい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 、もう素通りし、空港から素通りして北谷に直行するとか、あ、取られちゃうので、じゃあ普天間推しでいきますか。はい、普天間、普天間いいですね。はい、ちょっと考えたいと思います。はい、そこで、うん、あの宜野湾普天間ライオンズクラブ、はいはいはい、沖縄県商工会青年部連合会中部支部、うん、はい、で NPO 法人沖縄コンベンションシティ会さんで、うん、あのこの献血か、献血を運動をしております。その日に予約取りまして、はい、あと皆さんあのたくさん集まっていただきたいと思います。なるほど。ちょっとバスの乗り入れがちょっと今調整中でして、うんうん、朝から設置できるのかちょっと今お願いしてるところなんですけども、はい、確実には午後からは、うん、午後から夕方5時まではおりますので、はい、うん、皆さんぜひぜひ血を分けていただきたいと思います血を分けるってあのどこでですか。これ同じこの 中部広域産業祭りに潮祭公園で、はいはいはい、バスを、なるほど、持ってきてやりますので、はい、ついでにまたあの血をいただきたいと思います。血をいただきたい、お茶もらえると思います。なるほど、はい、いいですね、はい、社会貢献の一つになると思います。いいですね。セミナーあの前回受けてきたんですよ。はいはいはい、本当に小さなあの子供も、うん、白血病とかのね、はいはいはい、子供たちもこのやっぱ痛い時とか、うん、血を輸血した時に楽になるらしくて、へー、そういうのを見て全然もう全く知らなくて、そう、うんうん、あの輸血が必要だということも知らなくて、うんうんうん、もう手術とか怪我した時、うん、あの出血多量の時にしか必要性が浮かばなくて、はいはいはい、あ、そういうのにも使ってるんだなっていうのが分かりまして、うん、皆さんぜひぜひあの検査も無料でもうできますので、はいはいはい、少し分けていただきたいなと思います。分かりました。お待ちしております。はい、2月5日ですね。2月5日日曜日です。はいはい、以上ですか。あとあの告知っていうか以上です、うん、あ、以上ですか。はいはい、分かりました。あるようで なかったですねそうですね、はい、それでは、はい、一曲いきましょうか。一曲、はい、これいいですか。うん、はい、スーパーフライの魂レボリューション。マイクもっと上げましょうか。マイク上げましょうか。マイク使う、うん、あと遠い、うん、次またコマーシャル。じゃあ終わり。コマーシャルいく？コマーシャル入れたらあと1回ですよね。うん、曲明けニュースしていいですか？うん、いくつかやってその後 CM 行ってでもいいですよ。曲また曲ぐらい用意してきましたか？ニュース行って。まだあるね。ん？まだあるね。今が半分。そうそう。長いね。あ、お相手は
なんて名前でしょうか。切り返しよろしくって切り返す切り替え何ですか。30分で1回終わるから、うん、ほらあ、このこと、うん、なんかじゃあ適当に困ったらかけましょうね、うん、いいですか。いいです。はい、ご丁寧にありがとうございます。お相手の名前はあのパーソナリティですか。そうです。あ、キベシンジです。いやいやじゃなくて何ですか。ノリピーさんの名前です。あ、私、あ、私、ノリピーです。よろしくお願いします。本若ノリピーです。本若ですか。大丈夫ですか。大丈夫です。ただ毒舌ですよね。あ、そうなの。面白いでしょ。違う。面白いでしょ。お、高田久美子さん。あ、高田久美子さん、こんばんは。なんか久しぶりですね。あ、一服堂さん。一服堂さん、こんばんは。今日一人なんです。コメント待ってます、皆さん。いきますよ。ニュースのコーナーです。今日はあの木部七右衛門がおりませんのでニュースジャックしてます。そうです、はい、今日はですね、木部七右衛門さんの代わりに FM ギノアの山内が、はい、ノリピーさんのお相手をさせていただいております、はい、一服堂さんがあの心配して、お風邪ですか、サボりかな、どっちなんですか、サボりですかね。サボりなんですか。いない間にあのサボりにしときますか。そうですね、はい、あいつめサボっているということで、サボっています。見かけたらあの、はい、通報してください。はい、はい、今日、うん、もう先日から話題話題のお相撲さん。あ、お相撲さん、はい、そう、あの鶴くんさんからいただいていてですね、はいはい、稀勢の里、はい、どうですかということで、はい、稀勢の里今相撲界で一番話題の人ですよということですが、はい、いただきまして、話題の人ですよね。19年ぶりなんですね。そうなんですよ。若横綱。そうですね、うん、あれからもうそんなに経ってるっていうことですね。そう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 、ね、すごいですよね。本当よく頑張り、年齢ももう結構お相撲さんの中ではちょっと頑張ってるぐらいの年齢なんですよね。稀勢の里、はい、そう30歳。よくぞ頑張っていただきました。うん、もっとね本当は若い、時に横綱とかなる方が多いんですけど、稀勢の里は30歳ということで、ノリピーは相撲とかも見るんですか。お相撲は、うん、この間ちょっと、見に行けなくて、はい、だいぶ前に、うん、また東芝出てくるんですけど、はいはいはい、東芝がお客さんちょっとご招待っていうことでお相撲をやったんですよ。お相撲読んだんですよ。会社にも、はいはいはい、なんか横綱さんとか来てたんですけど、見に行きました。見に行かなくて、うん、親に、うんうん、親と親の友達に、うん、プレゼントして、うん、見に行って大喜びでしたけど、はあはあ、前にね、うん、誰だっけ、今はもう引退してますけど、うん、偶然会って誰に、名前がそこ大事、ハワイの方、あけぼの、あけぼの、あけぼのじゃない、あけぼのの前、小錦、
めっちゃでかいですか？お会いして、あ、いいっすね、写真いいですかって言ったら、うんうん、いいですよって言って、こう膝にこう張って乗せられたんですけど、うん、水たまりになってて、汗の水たまり、何がこの場所が座った場所が、あのお出かけ中のワンピースだったんですけど、あ、ちょっともうやめてくれちゃったっていうことですか？びしょびしょになってすごい汗が溜まってましたけど、あの写真ありますよ。あ、そうですか、はい、いいですね。小錦とかなかなか会えないですよ。なかなかね、うんうん、あの結構お相撲さんが集まるお店だったらしくて。へー、どうでした？でかかったですか？でかいですね。でかい、はい、もういいな、見てみたいな。ちょんとこうつまんで持ってくれるような、あの時まだ細かったのでね今も十分細いですけどね、はい、にしときます。目標、痩せることですからね。あ、そうなんですか？今年、はい、家族に言われてますので。あ、そうなんですね、はい、あの今一服堂さんが今のうちに悪口をって言っていただいたんですけど、はい、なんか急に言われると悪口もなくなりますね。後でこそっと思い出したら。そうですね。幸田久美さんさんもお茶いただきました。お、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、稀勢の里なんですけど、はい、まあ本当にね、19年ぶりということで、はい、この奉納土俵入りというのをやるんですよ、はい、横綱。になったらね、明治神宮ですね。そうそれで、はい、歴代2位の人が、はい、監修が集まったと。ちなみに1万8000人、すごいですね。明治神宮ってそういうこの土俵がなんでそこにあるのかなって思ったり。土俵ではないですね。なんか、なんか四角いなんかありますよね。なんだろうと思ってたんですけど、はいはいはい、こういうことに使ってたんですね。そうそうそう、雲竜型を披露したということで、わかりますか、雲竜型。あのなんか練習してるのはテレビで見ました。なるほど、うん、はい、今ね、モンゴル勢がやっぱ強いですから、稀勢の里頑張ってほしいですね。はい、立派な横綱、かっこいいねっていうことでいっぱい皆さんからいただいておりますけども、うん、本当にかっこいいですね。はい、皆さんちょっと応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、はい、もう一つ来てるのが、はい、同じつるくんさん、ですね、10時以降の飛行問題、はい、飛行機問題、飛行問題、うん、場所によっては本当に苦しそうですよね。そう、ね、夜10時からね、あれ本当はこう飛行したらダメって言われてるのに全然やりますね。ね、なんで言うこと聞かないんだろう。言うこと聞かないというかですね、なんでこんなね、うん、約束を破るのか。破るのかな、うん。それさえね、ちゃんと約束守ってればね。ね、もうちょいね。もう少しね、やっぱり住んでる人、私もあの幼少期というか、はいはいはい、あの本当にお腹が見え、うん、部屋から1階ですよ、うん、家の部屋からお腹が見えるぐらいだったんですよ、うん、お腹、飛行機のお腹、あ、はいはいはい、見えるぐらい低飛行で、うんうんうん、で一旦もこのやっぱ日中お勤めに出るじゃないですか、うんうんうん、成人して、うん、でしばらくこう分からなくて、うん、騒音が、うん、でまた実家戻ってきた時に、実家のお仕事、うん、大きな湾市なので戻ってきた時には、はいはい、うん、もううるさいの。そうまた思い出しまして、うん、本当にうるさい、窓が揺れますからね。揺れますからね、本当に場所によっては本当に揺れますからね、うん、大変ですよこれは。はい、学校の上はね、やめてほしい、ね、やめてほしい。しかもやっぱり子育てしてる人はね、うん、あれなんですよね、やっと寝かしつけたと思ったらね、またね、泣いて、なんかね、ストレス半端じゃない、ストレスね、うん、本当ですよね、うん、なんかもう結構泣きじゃくる子はいっぱいねいるみたいですけど、うん、そんな経験ないんですけど、大変そうですよね。大変ですよ、その方たちにしかわからない、子供がギャーギャー泣いて、はい、そう僕は一人目がね、割とギャーギャー泣く方だったんで。あ、そうなんですか。はい、もう大変でした、夜中起こされて。あ、そうなんですか、うん、あ、起きるんですか、起きれたっていうかね、やっぱ一人目、二人目はもう、うん、泣いても全然気づかないんですよずっと寝てて
でも一人目はやっぱりこう慣れてないので起きるんですよ、何があったっつって、何があったで、あのゲップさせたりするんですけど、それでやっと寝てくれたらもう安心するんですよ、はい、なのにね、もう大変ですよ。そうだね、はい、しかも うちは嫁もちょっと怖くてですねそうなんですか、はい、もうピリピリしたら、なんか ここでは威張ってる感じですけどそうですか、男性みんな昨日もあのそういう話が出ましたけど、はいはいはい、みんなあの母ちゃんが強い、どこも母ちゃんが強いっていうことで、そうそうそう、強い母ちゃんがいいんですって、ですね、はい、ありがたいですね、はい、はい、何の話やねんっていう感じですが、もう本当に10時以降やめてください、やめてください、ルールは守りましょう、ルールは守りましょうということで、はい、一旦 CM 行きますが、はい、CM の後もですねまだまだニュースのコーナー続けたいと思います、はい、ぜひですね皆さんあの、取り上げてほしいニュース送っていただければ、今日は長いです、待ってます、ノルピーがオピニオンしますので、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。それでは CM です。本当ですね、普天間あれダメだよね、ね、ま、早く出ていってほしいですね。その前にもね、早く撤退する準備で、うん、いろんな構想を早めに早めに打っていってほしいです ね。やっぱり遅れちゃうのが ね、うん、ねあれ、アメクもやっとで、新都心もやっとで、そうそう、あれも 何十年ですよね。俺が実は俺泊まりに住んでて、うん、私も泊まり住んでたことがあるんですよ。でちっちゃい小学校の時、中学校の時やったかな、あのもう新都心はその時点ですでに返還されてたんだけど、はい、ここからも長かったですからね。長いですよね、うん、行けないですよね、行けない、ノリピーのニュースでーすはい、ノリピーのニュースパクってますけど、はい、そうです、ノリピーのニュースということで、ノリアンの 山内のニュースです。そうです、ですね、コメントもいっぱい来ておりますので紹介します、はい、一福堂さん、はい、雲竜型かっこよかったということで、これはさっきの稀勢の里の話ですね、はい、そして鶴くんさん、クソ寒い中1万8000人も集まるなんてすごいですよね。すごいですね、うん、本当に寒い中、本当で、先ほどの基地、飛行問題ですね、はい、10時以降の、トランプ大統領になったんで普天間から米軍撤退させてもらおうって来てますが、なんかもうあのどこでした、台湾で韓国ですか、うん、韓国にもどこかにも移動させようっていう提案も出てるっていうのがありましたけど、うんうんうん、はい、させましょう、ねね、うん、早いとこね、やっぱり本当にこの宜野湾市のど真ん中にありますからね。本当ですよね。もう不便でしょうがない。迂回するのに時間かかりますよね。ね、本当にそこまで大きくない市なのに、端っこから端っこまで行くのに30分以上かかるじゃないですか。かかっちゃいますからね。大変ですよこれ。ね。うん。なくしましょう。ぜひぜひ。はい。それには皆さんのご協力が必要、ご協力を、ご協力を速やかなご協力を、はい、お願いします、お願いいたします、はい、行政も頑張ってくださいそれでは、はい、のりぴーさん選んだニュース、選んだニュースが、うん、男の男女差別をするなっていうも出てますけど、はいはいはい、やっぱり神様は、うん、なぜ男と女を作ったかっていうのは理由はあると思うんですね、はいはいはい、なんか24歳男性が、うん、しかも下校中の小学3年生を鈍器で殴ったっていうニュースがあったじゃないですか、女の子も
殴っちゃいけないというか、女の子でも小学3年生なんで、ドンキのようなもので頭を殴られ怪我をした事件ということで、24歳男性逮捕されたんですけども、これはまたあれですか、まあ誰でもよかった的な話なんですかね。え、本当に嫌な、なんでこう女の子、しかも子供、小学生神奈川県横須賀市なんですけども、23日にあったようなんですけども、男はもう守るように体はできてますので、そうですよね、はい、まあ、どんな理由であれやっぱ女性に暴力を振るうというのは、あの反対もあるみたいですけど最近はです ね, ね、でもやっぱりあの口は強いですけど、力は、あでも逆にのパターンもあるんですかね、でも殴っちゃダメそうです、ダメです、うん、ダメ、はい、殴られましょう、殴られましょう、全然あの止める殴女性に、女性は殴っちゃダメですけど、うん、殴られましょうじゃなくて殴るのをあのギュッと男らしく止める方法でいいんじゃないですか。そうですか、受け身を、殴られっぱなしがいいですか。もうそれは皆さんに任せます。男性、殴ったことありますか。殴ったこと、男性をバチンでもいい、バチンってありますね。お、ある、はい、これは彼氏、なんかあの突き飛ばしたこともありますね。それはどういう状況、状況ね、はい、なんか酔っ払いが絡んだりとかおお、中和ですねもう怖いですよね、逃げなきゃ、あのちょっと兄たちに防御とか習って突き飛ばしたホットやったらあの、うん、倒れちゃいましたね。社長にもあのこうするっていうことを習った時に、はい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 、結構あの急あの痛いところに立ってしまう急所に、はい、はいはいはい、じゃあ別にその彼氏をビンタしたとかっていうのはないんですか。ないですね、ビンタとかないですね。じゃあ何があるんですか。なんかさっきあの突き飛ばしたりとか、あなるほど、身を守るために、はい、はい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 、キーってなってボンとかはないんですね。ないですね。なるほど、はい、いいですね。暴力反対出てますよ鶴くんさん、鶴くんさん、はい、暴力反対です、あと暴力反対です、はい、あの話し合えばあの解決しますので、はい、じゃあ続いて僕のニュースいっていいですか、はい、これは沖縄タイムスからなんですけど、はい、車投稿多い沖縄の小学生、うん、徒歩は全国最低だそうです。うーん、スポーツ庁が、去年12月に公表した2016年度の全国体力テストの質問紙調査で、沖縄は対象となった小学校5年生男女ともに普段徒歩で登校する割合が全国で最も低かった。歩かないですよね。はい、自家用車や路線バスで通学するという子どもの数は、割合は全国一高かったということですよ。すごくないですか。バスはいいんですか、ね、バスはいいんです。バスはいいですよね、うん、バス。ただ最近本当に高校生、僕今高校の近くに住んでるんですけど、高校生が平気でこの親にお迎えされてるんですよ。あ、送られてるんですよ。あ、迎えを呼ぶんですか。たり、うん、送られたり朝、うん、だからもう通りにくくて。あ、そうです、ね、うん、高校生はねもうバスでバスどころかですよ、ね、僕の時代は親にこねて送り迎えされるの恥ずかしかったんですけどね。うん、なんかそうですよね、最近の子供は男の子でもお母さんとよく、うん、そうそうそう、なんか考えられない時代で、考えられない本当になんかもう来るのも恥ずかしいっていう感じなんですよね、うん、なんなら早いとこバイクとかの免許取ってまあ、バイクで通学したいやっさーみたいな、うん、やっさーみたいな時代なんで、はい、もちろん禁止はされてたんですけど、うん、不良ですか。不良ではないんですけどちょっとバイクとかに憧れるじゃないですか。私ずっと幼稚園小中高歩きですね。ああ、徒歩圏内でしただからねこの送られるというのがね、アイロンもかけてもらえないですよね、特に女子はあ、そうですね、はい、あ
だからそのなんていうんですかね、ちょっとねやめてほしいなと、うん、あんまり過保護になるのもね良くないんじゃないかなと思います。なんか今小学生とか団体でね、うん、登校させてもいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、今共働きが多い中で、うんうん、早朝のシフトの親御さんも多いじゃないですか、はいはい、うん、朝なんかももう7時から歩いてる子とかいるんですよ、うん、はいはいはい、ちょっと忘れ物してあのスーパーに牛乳買いに6時頃出たりすると、はい、6時というか 7時前からもうお母さんとか お父さんが出勤するんでしょうね、はいはいはい、やっぱり早く登校したらダメって学校から言われてるらしくて、はいはい、でももうやっぱり出ないといけない状況で、うんうん、そうだったら自治体で団体でね まとめてたら、うん、お姉ちゃんお兄ちゃんたちが前後に並んで、うんうんうん、安心して学校行けますけどね。ね、その一人で歩くよりいいですよ ね。まだやっぱ冬は暗いですから7時でも、うんうんうん、ちょっと心配です ね。心配ですよね、うん、鶴くんさんコメント来てますね。私も雨だったりしたら送ってもらったことあったな、はい、晴れてれば自転車乗ってたけどって、うん、ね、でも歩いたらいろんな地域のことも分かりますし、うん、いいですよね。私いいね、中学校行くときとか、うん、あの飲み屋街さん、はいはい、あの通るときもあるんですけど、うんうん、結構あの開いてるドアが開いてるとこ、はいはい、とかも結構ありました、ね、うん、そこを覗くのも面白かったですけど、ね、いろんなね、はい、あの見れますけど危ないですね、うん、まあまあ、 あの中まで入らないですよ、はいはいはい、興味で何だろう入ったことのない世界でちらって覗いたりしたこともありますけど、はい、まあそれでね、うん、社会を知るということでね、はい、いいと思いますけどね、いいと思います、はい、ね、ほんと、あとなんかバイクですか、バイクですか、バイクですか、何がですか、バイクの音が聞こえましたね。そうですか、はい、大丈夫ですか、違う、僕には聞こえない音が聞こえたんじゃないですか。これちょっと外しておきましょう、はい、不思議だな、はい、じゃあ最後にノリピーのニュースいきましょうか、はい、はい、まだあります、うん、あのインフルエンザがまたもう年がら年中流行ってるようですけど、はい、私は予防接種はしてないです、はいはいはい、あの痒くなっちゃうので、余計にあの予防接種するとだるくなっちゃうので、うん、皆さんどうですかね、山内さんどんなですか。僕はあの先週末、はい、このラジオ終わって、はい、インフルになりました。あ、そうなんですか、はい、もう治りましたけど、はい、大丈夫ですか、うん、お子さん大丈夫でした。大丈夫でした。もう母ちゃんに怒られなかったですか。母ちゃん怒るというかもう隔離されましたねもう出ていいけど、そうそう、もう入ってくるなっつって子供たちにももう僕が近寄ってきたらもう離れて離れてもう、もうなんか山内さんのあの中が見えたという私の今日のニュースがそれ一番ですねだからあのまあでもね、あのあれですよ、はい、今はタミフルが素晴らしくて、ああそうなんですか、すぐ熱下がりましたよ。へえ、うん、でそれでそうそう、子供は、はい、熱下がって5日間は登校したらダメなんですよ。うん、で大人は2日間休みなさいって、はい、医者から言われて。これなんでですか。また菌持ってるからなんですよ。2日、大人は2日と子供は5日の差は、大人はやっぱりあの免疫力が高いから、うん、うん、すぐ消えるのかな。そうそうそう、タミフル飲んで2日間安静にしたら消えるんですよ。あ、子供はねやっぱりまだちょっと体もできてないので5日間5日間なんですか、はい、へえ、そうなんですよ。だから2日前に復帰したんです、ね、そうそうそうですね。だから熱下がって僕も2日間よ、はい、休んだんですけど、はい、もう熱も下がってるから元気なんですよ。うん、なんか本当にゆっくり休めました休ただ休むというあ、いつも朝から晩まで働いてますか働いてるのか遊んでるのか、遊んでるのか、はい、が働いてます、はい、もう早速なんか高田組ファンさんが、はい、お疲れ、ノリピーさん、山内さんお疲れ様でしたって、今週もお疲れ様でした。そうなんですよ、 たくさんもさよならコメントが出てますけど、はい、もうあと2分ということで、はい、もうエンディングなんですけど、はいはい、いかがでしたか。一人で今日一人で、うん、やっぱり寂しいですね。お、寂しいですか、はいはい、いいですね。突っ込むなんかコメントがなくて口
内寂しいもっと毒を吐きたいということですねでも山内さんと一緒にお話できて、はい、勉強になりました。お、勉強になるんですか、はいはい、あ、こういうことも覚えてたらいいんですけどこういうことねとかちょっと学べました。お、よかったです、はい、ありがとうございます。でも楽しかったですね。僕も楽しかったです。長いですね、でもあ、そうですか、はい、長く感じた。やっぱり一人かけると寂しいので長く感じちゃいました。また皆さん来週も金曜日夜9、7時からやってますので、はいはい、コメントいっぱい次回は木部七右衛門が来ますので。来ますか、はい、はい、なんでなんでコーナーも復活とアカペラも出てくると思いますね、はいはいはい、ニュースのこう取り上げていただきたいニュースとか質問、こんなのおかしいというなんでなんでコーナーでもコメントいっぱい待ってますので、はい、お願いします。お願いします。じゃあ来週もういいですか、はい、一服堂さんがお疲れ様でしたといただきまして、皆さんコメントありがとうございました。ありがとうございました。高田久美さん、ま、そして鶴くんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、ゴベルト中里さんも来てましたね。ありがとうございます。ね、来週も7時から見て聞いてください。はい、ではまた待ってます。チャオ。チャオ。はい、お疲れ様でした。